ットラインもですね、私で最後になります。で、最初は若くてかっこよかったメンバーもだんだん年老いてきまして、とうとう還暦を過ぎた高齢者が参加するようになってしまいます。で、まあ、この年になりますとですね、だんだん何て言うかな、若い人への応援歌とかですね、そういうものも作ってみたくなるものでございます。でちょうど10年ほど前ですか、私の子供、ちょうど最初に出られた方たちの年代だったと思うんですけども、歌と踊りをやると言い出しまして、東京に行きまして、で当然親は猛反対でございます。しかしその反対を押し切って、出ていきました。その子供への応援歌のつもりで作った歌でございます。君の笑顔がいいという歌でございます。聴いてください。君の歌聴きながら